らっしゃい。わんざわざ殺されに来たか、火の一族どもよ。見てみろ、今度は移動式のパワー装置をつけたのだ。前のような作戦はもう通用しないからな。死ね、火の一族。こら、待て待て、逃げるんじゃねえよ。くそ、お前らを追いかけてきたおかげでパワー装置がちぎれてしまったでねがよ。こらまなんつったって高かったんだからな、後で弁償しろ。まあいいや、あんなものなくても火の一族など俺様の敵ではないわ。次だ、次次次こそ本当の勝負だ。しぶとくやってきたじゃないの。どうだ、今回の俺様の格好は。ランドセル前につけてふざけてる小学生と思ったら怪我するぜ。軽量コンパクトの新型パワー装置だ。この攻撃を受けてみろ、ターボチャージャー展開。死ね、火の一族。ハイパーウマシカの術発射。次だ、次こそ絶対だって関係者見てんだからよ。なあ、次だよ次。あ、よし、そう、次こそ本当のお魔物勝負だ。登れないよ。出してくれ。俺はまだ嫁ももらってねえんで、助けてくれ。
ヨミ様に申し上げます。マントーは完全な失敗でした。わざわざ城まで建ててやったのに、やはり猿は猿でございました。ですから次は犬です。犬は猿よりきっと役に立ちます。ご期待ください。ヨミ様に申し上げます。万事丸が今いるのは出雲の国、我が根の一族の出身の地、地の利は我らにございます。根の国も暗黒乱を乗せたまま再び海上へ切り離しました。大丈夫でございます。千年前の悪夢は四人の火の勇者が揃えばこそ起こせたこと。幸い歌舞伎とやらは行方知れず、三人ではまさか島を引くなどできようわけがございません。万事の大将、土偶ロボをお求めですか？残念ですが、売り切れちゃいました。なに、土偶ロボなんて大したもんじゃござんせんよ。どでけえ炎を吐くだけが取り柄のただの土人形ですよ。どうです、代わりに梅こけしでも。とっても可愛いですよ。足元人形店へようこそ。かわいいこけしから土偶ロボまで何でも揃っておりますよ。ありがとうございました。またお越しください。
ジバル。いいえ、何でもありません。もう私たちには後戻りはできませんものね。正気に戻るとは、火の一族の血のつながりを甘く見たのが失敗ね。
だけど、こんなことで私は死なないわよ。また会いましょう、万事丸。